い、まあ、グラディエーターアンチ、グラディエーターマキシマムのシリーズを含め、まあ、スピニングでもう本当1本どれか選べって言われたらもう確実にこの差を選びます。グラディエーターアンチ GA611MLS の ST、ストライド、まあ6フィート11インチミディアムライトアクションスピニングで、それでいてソリッドティップの採用した、ロッドです。例えば、まあ、ベイトロッドでもそうだしスピニングロッドでもそうなんですけど、結構バスロッドって7フィートを超えた途端急になんかちょっと大味になってきて、まあ、例えば投げるは投げれるけどちょっとこう繊細なアクションができないっていうね、のが7フィートちょっと個人的に思うのがやっぱ超えてくるとそういった印象なんですけど、まあ、7フィートを切ってる6フィート11インチ、まあ、それでいてね、1,2,3,4 番ガイドまでソリッドティップつけてます。でとりあえずこの竿の特徴は、まあ、とにかく投げれて、投げれるんだけど投げた先で繊細な操作、まあ、アクションができる、まあ、そういったもうなんかわがままな欲張りな、ね、いいとこ取りなロッドです。で、まあ、この竿を使う時なんですけど、もちろんフロロカーボンでいうと4から5ポンドとか、まあ、そういったとこで使ってもらってもいいんですけど、まあ、この竿のそのさっき言った、まあ、投げれて、遠くに投げれて遠くでも繊細なアクションができてかけるっていうことの、を生かすんであればやっぱり PE ラインを使ってもらうのが、この竿の特徴をさらに活かせるかなと思います。で P ラインでも、太さでいうと 0.65 から 0.85 ぐらいがおすすめです。で、まあ、じゃあその、セッティングでどういったものを使うのよっていう話なんですけど、まあとにかくフィネス全般とりあえずまずは使えます。でフィネス全般ですけど、やっぱりこう UL とか、ライトとかっていうアクションの、竿と比べるとやっぱりちょっとパワー上なんで、まあ、ちょっと重めな進化を使ってやっぱ遠くに飛ばしたいよっていう時に、まあ、フィネス全般おすすめです。でそれでいて、プラグ、ね、まあ、まあ、10g マックスぐらいかな、まあ、軽め、まあ、スピニングなんでね、加減は結構もうアングラー の力量次第だと思うんですけど、まあ、そこから 10g ぐらいのプラグも、幅広く使えるかなと思います。で、まあ、個人的にこの竿、まあ、年中欠かせない、まあ、本当常に車に積んでるし、まあ、よく使ってる、竿なんですけど、特にやっぱ使ってるのは玄関機でレベル5ブーストを使った、リアクションの釣りで、レベル5ブーストでいうと 5g、7g、9g、11g、14はちょっときついかなっていう、まあ、11g ぐらいから下っていうイメージで持ってもらえればなと思います。でそれとあと、まあ冬対策として作ってる、ね、ヘッドスイマーリベロの、5g と 7g、まあ、そういったものを、まあ、ゆっくり巻くこともできるし、リアクションで仕掛けていける。だから、まあ、行かれるフィールドがね、ちょっと広めなんだけどちょっとフィネスアプローチしたいなっていう時に、まあ、おすすめな機種、まあ、それがストライドです。